えー、こんばんばは小堀ですすよろししくお願いします、えー、今日はあのー、4つのテーマロジックについてということとあとそのロジックの設計について何を考えたかということをであと自分の,その設計を行うについてどういう観察と空間把握を普段んしようとしてるのかということと。 あととについいてお話できればなと思いま,す <laughs> まずロジックについて説明したいと思いますけどもロッキーグローバルイノベーションセンターロジックっていうのは実はあの車のフィルターの会社の製品を作っている研究所になります。 えー、今回この研究所で僕が目指したのは創造性を最大化する建築っていうのが一つ大きいテーマでした、えー、創造性を最大化するっていうのはどういうことかっていいますとロキさんが持っているあらゆる研究技術を最大限、えー、生かすと生かすためにはどういう空間がいいんだろうかっていうのが、まあ、最初僕が考えたことです えー、なぜそう考えたかと言いますとロキさんというのはフィルターががななくなってしままうう将来っていうのがあります。えー、今、車はです、ね、電気自動車に、えー、あと水素自動車になると内燃系のエンジンにもともと搭載されているあのエアフィルターとかですね、そういうものが全くゼロになってしまうので、えー、会社としては富士フ,フィルムみたいにですね、完全にあのデジカメが出てできてきてフィルム自体がなくなったと同じような状況にもうあと10年ぐらいになってしまうと。 その中で、えー、じゃあ、えー、新しい製品を開発しなきゃいけないっていうのが急務、えー um、でした、えー、今までは、えー、ロキさんっていうのはあのー、ホンダとかですね、トヨタとか日産とかの製品を扱っているんですけども、基本的にはあのー、メーカーからこういうものを作ってくださいっていうことで、えー、それに性能合うものをこうアウトプット出していればよかったんですけども、まあ、フィルターがいらなくなるとなると、もう商売がゼロベースになってしまう。じゃあ そうならないために新しい製品を作ろうという自分たちから主体的に提案していこうというのが大きな腰でしたでそれで研究所を作ろうって話になったんですけども、えー、そこで研究者からですね、えーまあ、休憩場所我々がこう設計を進めるにあたって、えー、設計をするプラン上を見せたら、えー、休憩場所はどこにありますかということを、まあ、皆さん言うわけですねでそれはどういういことか っていうのが僕ちょっと最初分からなくて、えー、実はあのロキさんというのは、えー、こういうエアフィルターとかを動かすための実験装置がこれなんですけどこの研究所の隣でですねこういうところでずっと研究してたんですね、えー、まあ,あの彼らっていうのはこれは日常的な空間であって え非常にこう音とか騒音とか、えー、機械中心の空間の中にオフィススペースがあると。でそこで、えー、私は、まあ、あのこの企業の社長に言ったんですけども、まあ、こういう場所にこういう場所で働いている人にいくらこう創造性の高いものを作れって言ってもこれ無理なんじゃないですかと。<laughs> で なかなか厳しい状況の中で彼らはまあ一生懸命こう頭をひなっていたわけですけども、えー、こういうところで社会を変えるような大胆な発明ができるとは僕は想定思わないということを言ったんですねなのでまず,まずこういう人間が働く場所っていうものをちょっと最初から考えようっていうのが、えー、このロキさんと一緒にやろうとしてたところです。 まあどこもですね多分製造系の会社の研究所っていうのは大体こんなような風景があって、えー、非常にこう人間の働く場所としてはちょっとお粗末なような場所が展開されていましたあともう一つ僕が気になったのが、えー、研究者に質問すると、まあ、自分のテーマっていうのは何なのかって自分のやってることは何かっていうと、まあ、与えられたテーマを形にするっていうことを皆さん言うんですね、まあ、それは 結局、メーカーさんからこういうものを作ってください、こういうテーマですということを与えられて、それに対して提案するっていうのが一般的でした。えー、ただ、のこの企業の経営層が考えてたのは、そうではなくて、こういうテーマで作ったらどうですかっていうような、逆に提案していくような場がないと、新しい発想はできないだろうっていうのが え最初かなりそういう話を経営層とあと研究員としたんですね。なのでえその時に実現したい場の在り方っていうのはだんだん見えてきたんですけどもほとんどの研究施設っていうのがえ多骨つ空間まあ研究員が機械のそばでじっと頑張って研究をしてるっていうところからもうちょっとこうまあ建築の設計事務所みたいな みんなが和気あいあいとできるように創造性を刺激し合う空間みたいなものを我々はイメージしましたあともう一つ今回のテーマで非常にこう大事にしたのは研究所をどこに作るかというところもいろいろ提案を我々はしました当初生産現場工場の隣っていうのが一般的な研究所の在り方だったんですけども 私はこれを否定してもうちょっとこう違う場所に作るべきだということを提案しています。えー、研究所と生産というのは、まあ、当時、まあ、今もそうなんですけど1対1対応になっていて先ほどの,あの研究所のメンバーに、えー、休憩場所はどこですかって質問を受けたので一緒なんですけども、えー、研究員もほとんど、えー、10時と3時にチャイムが鳴って研究を 時間を止めて、えー、休憩するっていうような、まあ、工場ラインと同じような生活をしているようなところだったのをもうちょっとこう全然違う敷地で、えー、働く人のポテンシャルを最大限引き出すような場所はないかなっていうのが、えー、最初我々が考えたことです。で、えー、ロキさんっていうのはどこにあるかっていうと実はこれあの浜松なんですけどもこ,うこれが天竜川なんですね。 でえー、ちょうど線状地のトップにあるようなところで、常にこちらからあの川を駆け上がってくる風が吹いていることが、えー、年間を通して調査を通して分かってきた、でちょうどこの岬状のところにあるで、えー、川がこういうふうにちょうど蛇行しているので、えー、風がここの岬状のところにぶつかるというのが分かってきたんで。 えー、我々、このうまくこう風を、ウィンドウをです、ね、この建物の中に取り入れるということを考えたいなとちょっと思,っ思いました。で、えー、実はあのここが工場、えー、敷地でして、えー、ここに本社ビルがありました。で当初、ここに建てる予定だったんですけども、おある時社長からですね電話がかかってきまして、えー、<laughs> 隣にこう、 なんか池み隣の敷地に池みたいなものが見えるからちょっと来てみませんかとっていう電話があって行ったんですね、そうすると、あのこれは、えー、昔の航空写真を見つけたんですけども、もここに今、本社ビルが建ってたんですよ、この建物を壊して、ちょうどここになんかこう四角い緑のものがあるんですが、これが実はあの池でして。 えー、なんでこんな山の上に池があるかっていうとここがちょっと分かると思うんですけどこういうこういう形で,です、ねえー、平地になってたんですが、えー、これがあの調整池だったんですね。で何の調整池かっていうと、えー、ここにあの住宅のこういう住宅の宅地開発をここにしようとして、えー、そのプロジェクトがポシャってしまって、えー、開発造成工事が終わった状態で放置されてた土地だったんですよ。 でえー、ロキさんの敷地っていうのはこれ,があこれだけ買ってたんですけどもここからこちらがもう森になってたんで全然見えなかったんですけどこキラキラ見えるような光を発見して、まあ、あのロキのみんなとこう探検しに行ったらですね、えー、こういうような場所が発見されたんですね。でこれは非常に面白いなと思いまして、えー、まず。 何が面白いかなと思ったのは、えー、かなり光が充満されている場所、まあ、浜松っていうのは年間を通して非常に日照時間の長い地域なんですけども、えー、光が、えー、すごく美しいなと思ったのが1つあと先ほどの地形から読み取れるんですけども風が常にここビュービュー吹いていると。 でもう一つは、えー、このようにですねまあ、この写真撮ったところもそうなんですけどかなり俯瞰できる盆地状の土地形状だったっていうでこっちが高くてですねこうぐうーんとここで落ちてこういうふうになっているような場所だったんですね向こうも山でこっちが山っていうかなりこう空間的にこの土地そのものが俯瞰できる場所だったっていうのが、えー、この土地から、えー、インスピレーションを受けたと。なので、あのー これも面白い出来事なんですけどもここに研究所を作った方がいいんじゃないかっていう提案をしたわけですね。で、えー、早速うーまあ、あのー、提案をしていくんですけども、えー、一番最初に言ったように、えーまあ、土地探しっていうところでいうとこ,ここそが、えー、研究員や人間のお創造性を最大化する土地なんじゃないかなっていうのがありました。 でえー、その時に、えー、私が、えー、提案したのがこのコンセプトスケッチだったんですね。でこれは、えー、どういうことかと言いますと、えー、まずその土地が、えー、そもそも俯瞰できる上の方から、えー、その全体をこう見渡すことができるということをこの建築でも一つ実現したいなと思いました。 なので、えー、ここが、えー、高いレベルだったんですね現状レベルだったんですけどこのような形でひな、えー、壇上の大地を作るとで、えー、このひな壇上のオフィス空間っていうのは、まああのー、実は世界でもいろんなところで使わ作られていて例えばレンズピアノの、あのー、ワークショップでレンズピアノのオフィスとかもこうひな壇上ですし えー、いろいろあるんですけど今回は、えー、このひな壇状のプレートをですね2列用意したんですよ。でそうすることで何が起きてるかっていうと、えー、ここ2番なんですけど反外部空間を作るってことなんですが、えー、ここが一番、まあ、外部に近い空間として認識しようと。でこの人工的な大地の ちょうどこっち側ですねこの下側は、えー、我々半外部空間2と呼んでるんですけども、えー、大地の影になるような場所でさらにこの、えー、ラボ空間と言われているところは全く光が入らないという3つの空間ができるだろうとそうすることで、えー、より自然に近いところからより機械に近いところまでグラデーショナルに空間構成ができるんじゃないかなっていうのをその時考えました。 えー、ですので、えーまあ、人間がですね自分に最適だと思うような場所を提供し、えー、自分が最適だと思う場所に動くということをこのオフィスで実現しようとしましたなので今までロキさんはここのラブ空間というところに、えー、ずっとオフィス空間を構えてたと。 機械中心世界に人間を置いてたのをまず機械と人間をまず分離して人間が最適な場所を自分で探し出すと、まあ、主体的に場を選び取ると、まあ、そうするためには、まあ、まずフリーアドレスにしなきゃいけないとかフレックスにしなきゃいけないとかいろんなこう構造的な改革があるんですけどもこの建築をもとにやっていたというのがあります でえー、これをですね、えー、最終的にこういう光と風を通す屋根をかける、えー、私があの敷地を見たときの感動っていうものを建築を作ることで阻害したくないっていうこととあともう一つ、建築ができることでよりその外部空間の良さを認識できるような建築を作ると。 それこそが、えー、創造性を最大化する建築なんじゃないかなっていうのが僕の中で、えー、この時思いました、まあ、よくあの建築を作るとですね、えー、外部空間と連続させるっていうのは、まあ、日本建築っていうのは一般的なんですけど日本建築の良さってそこにあるんじゃないかなっていうのは、えー、自分の中でもずっとあって。 え建築から見た外部空間や建築から見た外部の雰囲気っていうものをよりこうフィルター的なものを通してえ見ることでより感動するよりいい感性が刺激されるっていうのがえこの建築で目指したことです。なので最終的にここまああの後で説明しますけどここの作り方っていうのが僕は非常に大事だなと思ったわけです。 でコンセプトを実現するための課題でやっぱり2つですね、えー、風と光や、光と風を通過する屋根をどう作るとか、えー、窓を開け、半外部空間をどう作る。なので、この2つを今回大きくチャレンジしたんですけど、まず1つ目の光と風を通過する屋根をどう作るっていうのは、えー、この素材で、えーまあ、解消していったと。実はこれ、えー、非常に和紙のような風合いの木工師天井を作ってるんですけども。 これ実はあのロキさんのフィルターなんですね。あの製品としてのフィルターです。えー、このフィルターが車のエンジンの中に100%入ってると思ってください。で、えー、このフィルターを使うっていうきっかけがですね、えー、実はあの、えー、こういう製品群をですね、えー、僕は見たときに非常にこう あの綺麗だなと思ったんですねで、えー、この反物をちょっと見せてもらった時にこれポリエステル100%の不織布なんですけども非常にこう風合いが和紙のようで、えー、素晴らしかったので、まあ、これをぜひ使おうじゃないかっていうことをま提案しましたで最終的にはですね建材試験センターで認定を取ったり大臣認定を取ったりするっていう、まあ、いろんな手続きを取らなきゃいけないんですけども をぜひ使いいたたかったっていうののはこの3つなんですね、えー、光も風も通しかつ吸音もするってことなんですよ、えー、普通あのガラスクロス天井っていうのは、えー、あ光幕天井っていうのはだいたいガラスクロスで行うんですけども、えー、基本的には光は透過するんですけども風とか空気は通さないまあエアフィルターなので非常にそれを辺は、えー、お手のもので、えー、かつ吸音をするってことが分かりました えー、これはロキさんの技術なんですけどもフィルターでそのエンジンのです、ねえー、音の設計もするんですよ。あのー、例えば、えー、高級車なんかは、えー、エンジンの音がかっこよく聞こえるように設計してるんですねあれ完全に消すことはしないんですねそうだったり、まあ、あらゆる建築的あ、えー、とそのロキさんの技術っていうのがあったのでそれをうまくこう使えたと。 あと2番目にローコストっていうのはまあロキさんから支給されるんですけど非常にあのやっぱり車産業の部品素材っていうのは建築と違って恐ろしく安いんですよねなのでえこれもクリアできたあとやはり自分たちの開発している製品に包まれる一体感っていうのがやはりあったんじゃないかなとっていうことですね でえー、実際の屋根は、えー、このような形で、今回あの、建築的にはかなりローコストの建物なんですね、これ、あの屋根は、えー、こう工場で使うダブル折半を使ってで工場用のスイートトップライト、で一部、かえし式になっていると、でえー、ここにロキサんのフィルターをこう入れています。 でえー、最終的にこうダブルスキーの中を全部白く塗ってです、ねえー、ここで拡散させた光をポリカで拡散させた光をここでまた乱反射させてここに均一的に光らせるとで、えー、これはあのーまあ、モックアップを自分たちで作ったんですけども、えー、こ,のこの距離とです、ね、この距離が約同じになってくると 光のもわれが発生しないっていうのが実験で分かってきたと。まあ、これは模型で確認するんですけども、これ以上離れるとまたもわれができるし、まあ、スリットトップライトなので、まあ、明るいくらい明るいくらいっていうのが出ないようにしたかったっていうのがあります。あと、窓を開け、えー、半外部空間をどう作るって。で今回あの、あの敷地でかん感じた大きい 感動の2つ目として、まあ、光以外に風っていうのがあったんですねあのすごく気持ちいいあの川からの風をずっと感じていて、えーまあ、みんな気づいてるんですけどだいあのそこでこう上昇気流になるんですねでそうするとあのトンビとかですね鳥とかがずっと同じ位置にこう飛行しているっていうそういう得意なあの場所 あったんですけどもこ窓をぜひ開けて窓を開けっぱなしで働きたいっていう欲求がその時にあったんですねなのでまず課題としては窓を開けて生活するにはどうしたらいいかっていうことを相当議論しましたあの今回の構造と設備はですねアラップっていうところにお願いしているんですけども、えー、そもそもこう窓を開けるっていう考え方に関しては、えー まあエンジニアは大反対で、まあ、普通に考えるとですね、えー、大幅なエネルギーロスであると,ということですね。まあ、もちろん空調空間に我々非常に慣れしたらしると思うんですけど、えー、<laughs> まあ,ある意味機密性と密閉性を高めることで空調空間を成立させるということに関しては非常に大反対した まあ、暑さ寒さの問題や眩しさの問題も同様にあったんですけども実はあの、えー、これはですね早稲田大学の田辺先生っていう設備の先生がいらっしゃると思うんですけどその先生が研究した半、えー、外部空間における熱的快適性実測調査の結果なんですけどこれはどういうことかといいますと、えーまあ、SET スタート 単純な温度ではないんですけど25度から30度まで上げた時に、えー、人間は何パーセントの不満暑いって言い出すか寒いって言い出すかっていうのをプロットしたんですねで、えー、ブルーは筋質、えー、空間で、えー、窓が開かなくいく空間としての空調空間で赤いラインはですね窓が開く 外部に近いような空間で、かつ空調のない空間とで、えー、ヒアリングをするとですね約5度上げるとですね空調空間で密閉しているとか、やはり半分の人が暑いって言うんですけども、えー、半外部空間にいる人は11%しか暑いって言わないという結果があります。これはあのイメージするとなんとなく分かると思うんですけど、例えばあのレストラン行ってテラス席。 を希テラスいって空調空間としては結構多分奥の方に比べてちょっと暑いと思うんですよね。で寒かったりもするかもしれない。ただし、まあ、よほど暑かったり寒かったりしなければ、えー、人間っていうのは、えー、より自然の方に近づくそれは気持ちいいからっていうのとあと自己効力感っていって、えー、窓が開けられる窓が開いている。 自分で何とかできるっていう場所にいるっていうことの方が、その心理的にこう非常にこう許容度が上がる。それは僕はあの。どういうことかっていうと、一番最初の創造規制を最大化するっていうことと全く一緒だと思うんですけど。人間のこう持っているもともとのポテンシャルをこう最大限開くってことだと思ったんですね。あと僕前、あの新幹線で、あの事故があって、あの止まっちゃった時があるんですけども。 その時も同じような感覚を覚えたんですけど新幹線って窓開かないじゃないですかまだ開かないとこで1時間ずっといろって言われるとちょっとゾッとするとかあのそういう感覚に近いやはり自分自身が主体的に何かこう行動を起こせたりとか外部空間に近い場所にいるっていうのはやはりこう人間の強度が上がるっていうことがじゃないかなっていうのがありましたなのでえー まあ今までの研究施設っていうのはロキさんの場合かなり効率性、に似性、固定的っていうようなのが空間のイメージとしてあったのを今回はえ曖昧性、不均一性、流動的っていうテーマで作りましょうっていうのをまあ最初にプレゼンしたんですね。それこそが私たちは人間性を取り戻す空間であるっていうことを提案したわけです。これがあの前段でですね あのこれが出来上がった空間なんですけども、えー、これ4階から入るんですね先ほどのひな壇上の空間で4階から入るとこういう空間が見えるんですけどもこれが全面光天井のロキさんのフィルターであるとで上はスリットトップライトで、えー、4階からですねこの池が見えるように設計していますズドーンとなので奥に自然があるっていうのがこの段階で分かるわけですよ で全てのワーカーたちが、えー、自然が一番最後にあるっていう奥の方に自然があるっていうのが分かりますまたこう俯瞰できるような空間作りを作った、まあ、先ほどの半外部空間ですね、えー、このフィルター屋根を通して自然換気と光をここで制御するとで今回あのこちらにあの 引ききがあっててこれをすオープンででるんですねそうすると、えー、ここにあのトップライトの開閉スイッチがあって、えー、窓を開けるとですね全館、えー、この反外部空間だけですけどラブ空間はそのままですけど空調がストップするような自動的にストップするような仕組みになってます。なので外部空間と同じ環境がこうわーっとくる。 で空間的にも先ほど言ったようにここが一番、まあ、暑い寒い明るい大体いい3000ルクスっていう空間で空間としても15度から31度まで共用する空間になってますでその下の影になる空間と完全に日光が入らないラボ空間というのを分けたとでこれがあの半外部空間2ですねこういうプレートの下にあるちょうど空間 やんわりこれが日差しになっているような空間ですで。これは15度から28度までを中間期として我々は考えたと。焦度もです、ね、500ルクスぐらいまで落ちます。まあ、これが、えー、大きなフィルターですね。プラン的には、えー ちょっと複雑なんですけども、ここからエントランス4階ですね、4階から入ると、ここがあのオフィス7って書いてあるんですけども、プレゼンテーションルームと、あと全員が集まれるような会議室、行動になってます。ここから見ると、こういう感じで全体の見え1個下がると、3階になって、こういう空間になってます。 ここが池になっているような空間ですね。で上下界の活動を感じることができます。これが2階です。えー、2階の空間ですね。でこれが半外部空間にとしているところです。で1階と。一階はここからも全部ラボなんですね。ここがラボ。もう光が入らないラボ。 ただ、窓際はオフィス4としていると。で、これがこんな感じで、これも全面で開くことができると。で、これが、あの、ばかりで、今回、あの、おまあ、技術的なところでチャレンジしたのは、えー、まず、買い高をできるだけ抑えたかったということです。あの、えー、こう、こう、俯瞰できるとか、あと、 えー、上下界のつながりを持たたせるために何ミリまであなどのくらいがこうベストかっていうのをかなりこう自分たちでシミュレーション知ったんですよ感覚的なシミュレーションすると実は 3m ーーを超えると意外と分裂感が発生するっていうのが分かってきましたなのであの住宅スケールって意外と一体感ができるんだなっていうのが分かってなので今回2750っていう買い高設定なんですねでオフィスで2750っていうとあの相当 あの低い買い高設定なんですけどもえ今回こう空間をずらすことでそれが実現できたってこととえただ最低天井高ってあると思うので2100は守らなきゃいけないとなのでえ張り性をかなり逆張りで潰してるっていうのがありますただここのプレートはですね 19.2m 飛ばしたかったのでっていうのもここに柱を1本も落としたくなかったんですねなので 19.2m 飛ばす ためにどうするかっていうことが、まあ、エンジニアリング的な、えー、アラップへのお一つのチャレンジだったんですねなので、えー、この人工大地っていうものは、まあ、天井もないコンクリートのスラブで全部引っ張ってるスラブも針も引っ張ってるで空調は点火砕を床下に入れて、えー、この中に空調空間を作ってる。 かつ、o 江、e、フロアは全部、冷温水式の副車パネルで、えー、床はフローリングっていう設定にしております。でラボの方はかなりヘビーデューティーになっているので、ここに空調の空間と、あと、こっちのラボには ISS があるような形になっています。あインターーススシャルスペでで設備界ですね でえー、自然光についてのアンケート、これはあの運用なんですけども、えー、基本的にですねほぼ、まああのー、不満というのがこれ、このブルーと紫なんですけど、明るさはですね実は4000ルクスから200ルクスぐらいまでの幅があるんですね。 でえー、普通オフィスっていうと大体700ルクスとか500ルクス今だ,今だと大体タスクアンビエントで、まあ、300ルクスのオフィスがどんどんできてきたんですけども、えー、明るすぎるんじゃないのっていう懸念があるわけですね4000ルクスとか。ただしこれは、えー、と僕らも実験して分かったんですけども、えー、全体がこう明るい気度差のない空間に包まれた場合人間はその。 そんなにこう明るさが明るくても苦にならない。あのこれみたいにですね、こう暗いところと明るいところの軌度差が激しいダウンライトとかライン照明だと眩しいんですけど、全体がこうふわっとこう明るい空間は明るくても暗くてもあんまり気にならない,っていうで。そもそも人間ってあの外部に10万ルクス、太陽光10万ルクスで青い空は1万ルクスなんですね。で青い空が 眩しくてて見れなないいかってことはないわけですよあれは全体的にこう明るいからなんですねただ太陽を見ると10万ルクスと1万ルクスで、ね、10倍の差があるんでまぶしいんですけどそういったことで3,000ルクスなんで高さが知れてるっていう世界なんですねあともう一つそれは自然光だからだっていうのはあると思いますおそらくその辺は僕もよくわからないですけどもあと まあ3年間ずっとこう測定を僕してるんですけどもこの窓を開けると開けないでどのくらい電力量があるのかっていうのを測ってますでえこれが自然換気ありな,んですなしなんですけどありだともうドんと下がりますねではあの自動的にもう空調がストップしようで今回ですね先ほどの半外部空間の研究で30度まで雇用しています かつ、えー、風はですね測ると約森の中を通ってくる川と森を通ってくるんで外気温度より1度低いっていうのが買ってきたので31度外気温が31度まで自然換気化にしてるそうするとですね年間5.5ヶ月から6ヶ月間窓を開けてもいいっていうストーリーを今作っているのでもちろん湿度も関係するんですけども、えー、年間を通して約半月半年 空調を使わなくて窓を開けて過ごそうというストーリーを組んでます。あと日射量も同じです。これがあの雨ですね。曇りだと、これがあの日射量だと思ってます。日射量、その曇明るくなるとですねドンとこうエネルギーが落ちると。まあ、あのもちろん自然光で働くわけですからそうですよね。で、えーまあ、晴,れ晴れなんてもうほとんど使わなかったり。 えもう完全にこう5時まで使わないケースもあるというようにやはりこう太陽光を使う太陽光をうまくこう建築の中に取り込むっていうのがどれだけこうエネルギー的に有効かっていうのは実証されたとでかつ人間にとっても非常に快適な空間がまあ技術的に可能っていうのが分かってきた。 なので一番最初あのこの敷地で感じたですねこの場所って素敵だなっていうそのままえこの建築の中にもある程度できたんじゃないかなとでかつこの建築の面白いところはえこう自然の変化が刻一刻と分かってくるとなのでえ私はえ創造性を最大化する建築っていうのはまずで,できた こことととしてては主体的に研究員がなったったですね自分で場所を選ばなきゃいけないしそういうことが最終的に人あの研究開発に結びつくとあと自分の感性を信じる、まあ、まあポテンシャルが上がるってことと一緒だと思うんですけどあと自然との対話まあ一つは、えー、面白いなと思ってるのは、えー、この場所って本当にいい自然だったんだねっていうことを研究員が自分たちで言うようになった。 まあそもそも地方なんで車ので車で会社に行ったり来たりするような場所なのでえこういう場所のポテンシャルが分かったっていうのがあると思いますでえちょっと最後に少し最後っていうかちょっとロキについてムービーをこれ雲が通るとパッとこう暗くなるんですね でこれはですねこの水の反射なんですよ s <S でまあ人の動きがこう全てわかるようなワンルームになってですね これはカフェテリア4階にあるカフェですよね。なので今までみんなこうその機械の実験室にこ働いてたとは全く違う、もう180で全く違う働き方が実現できる。これ夕方にだんだんなってくるとかですね。面白いのはです、ね、真っ暗になっても意外とね電気つけないんですよ。これ全面控え店長こうなるシーンってほとんどないですね。もう暗いところで仕事してます。 あの暗さも結構同じ理論であの皆さんの記憶にあるかと思うんですけど例えば家でずっとこう漫画とか本とか読んでてある夕方にお母さんとか帰ってきてなんでこんな暗いところであんた読んでんのって言われたことあるかと思うんですけど人間が暗さに対してもこうグラデーショナルにこう明るさが変化していくと意外とですね50ルクスぐらいまで本読めるんですよ。 まあもちろん年,年50歳ぐらいだとちょっとやばいってよく僕言われるんですけど意外とあのそうなんですねであの僕常に衝動系を持ち歩く癖があるんですけどあのオンオフっていう,こうデジタル的にこう変えるような空間だとなかなかこう目が順応しないんですけどやっぱりこうグラデーションまあ太陽と同じような動きをすれば意外と暗くても生活できると。 でこれは僕はあの本当に不思議なのは、本当に夕方行くとですね、みんな暗いところで仕事します。まあ、もちろん、あの、あのー、パソコンっていうのもあると思いますね。みんなパソコンなんで、えー、暗いところでもいいっていうのもあると思うんですけど、で設計について、次二番目の設計についてですね。で、ちょっと時間がだいぶ過ぎちゃったんですけども、あのー、 実はですねあの最初お見せするのはこれあのターナーっていうイギリスの画家の「ノラムジョ日の出」っていう絵なんですけども僕これあの、えー、っと上野に展覧会があって僕が大学生の時なんですけどもこの絵を本物を見た時にすごく感動した記憶があって、えー、っとここで何を示してるのかって、まあ、いろんな解釈があるんですけども。 えー、ピ,チカピ,ピクチャレスクっていう言葉があるんですけどもこれあのここにですね「ノラム城日の出」っていう題名が書いてあるだけなんですけどそれ見た瞬間にあこれが城であのこれが水面でこれが動物水牛だなっていうのをパーってこうあの自分の中で想像できるっていう。で えー、あのターナーっていうのはこの「ノラ文字っていうので相当絵を毎い,っぱい描いてるんですよ。で最初はすごく写実的に描いてるんですけどある時にどん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 ぼやかして最終的にこの光の、あのー、塊になったんですね。でそっちの方がこの空間の素晴らしさを表現してるっていう風に多分感じたと思うんですけどえっと。 ピクチャーディスクっていうのは写真以上に真実をこう示しているとで先ほどの僕建築の面白いところって何か一つ挙げるとするとえ建築がない時よりも建築ができたことによってその場自体の素晴らしさを理解するっていうっていうことに非常に興味があるんですけどこの絵を見た時僕もそう思ったんですね。 でえー、やっぱりこ,うこれは桂離宮に行ったときの写真であの、えー、結局、これはあのロキさんと一緒に行ったんですよ、あのあの企業ので。やっぱりこの自然を感じてどういうことかとかあのそういうことをまあ一緒にその議論し,したときがあって、えー、いろんなところ一緒にまあ回ったんですね、あの京都もそうだしあとルイス・カーンのキンベル。 に行ったりとかですねまあ、そういうまあ稀有なおじさんだったのでいろんなこう光に対する建築を見に行ったってありますでこれなんかもお、まあ、どうってことない我々日本人にとってみればどうってことないんですけど、えー、こう,こう建築があることで、えー、この奥のこの空間がすごくよく見えるとかまあこれはもう当然皆さん分かると思うんですけどあと修学院できるとかも見に行ったんですねででそれであの まあこうどん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 スケッチ描いていくんですけどあのちょっと昔の手帳をこうあの見,見返すとですねまあこういうことを考えたんだなっていうのがありましたなんかこうフロアを薄くしてずらそうとかあのプレートだけを作りたいとかヒエラルキーがないとか。 えっとこう山が近くにあるのでまあこういうコロンとしたものを作ろうかなとかあとまあこ,こ,んなこんなスケッチで場にどうなじむとかっていうのをいろいろ考えてた時期があってでおせちさんにあるスケッチを渡した時があったんですねあの敷地をおせちさんと一緒に見に行ったんですよクライアントとまあ社長もいたし研究員の部長もいたしいろんな役員の方がいてこの。 あの上から見た空間を見た時に何を感じたかっていうことを議論したんですよで、えー、それはどういうことかっていうとあなただったらどこを働き場にしますかっていう質問をしたんですよね、あのー、例えばビーチに行って、えー、自分のビーチパラスを建てる場所を決めるっていうのはかなりいい感覚をじあの研ぎ澄まして自分が一番いい場所を選ぼうとするじゃないですか まああの草原の中でどこでテントを作るかっていうのも同じだと思うんですけどやっぱりこう木の下に佇たずむ人がいたりあのこう洞窟の中に入り込む人がいたりあとテントを張ってタープを張って仕事をする人もいるというこういう議論を結構したんですよね。日本建築ってそもそもも えー、やはり作り方の成立の仕方としてはし、まあ、要は建築と自然をどう成立させるかっていうのはかなり、あのー、不信して建築を作ってるなので当初からそのなんとなくやっぱり根底にあったのはこの日本建築の良さっていうのはかなり自分の中で、えー、影響を受けてたなっていう。 まあ、そもそも自分たちが持っている感覚とか感性っていうものを相当議論したと,ということですねで実際設計に入るとですね、まあ、いろんな検証を混同してた、まあ、屋根も、まあ、いろんなことをこ,これもですね100100 100案ぐらい作りましたねで、あのー、当初まだ、あのー、今は 3D キャ d、CAD、って一般的ですけどまだ僕ら使えなかったので 何で作ったかっていうとあのプラ板とかですねそういうもので熱で曲げたりとかそういうことをしていましたで、えー、こういうスケッチをまあ自分で書いてやってでこの時に木造っていうアイデアが出てきて、えー、なんかいいアイデアないかなとかっていうのを結構議論してましたね でこれでどうやって風を通すかっていうことを散々、えー、検証してでこの時はまだあのおトップライトからっていうよりはこのサッシの隙間から入れようとかそういうことを考えてでこういう形でどん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 詳細を詰めていった経緯がありますなのでほとんど屋根のことを考えてたっていうのはありますねあのもう最初の提案の段階でかなり空間構成っていうのはもう あの決定していたので本当に一番最初の課題として屋根をどう作るかっていうのは、えー、かなりスタディをしてきましたでかつローコストに作んなきゃいけないってもあったのででこれは実際の明るさのシミュレーションをしましたえー、こう2500ルクスまでこう時間によって変わったりとか、まあ、この空間なんでドカーンとも4000ルクスくらいまでいっちゃうんですけど とかですねいろんなこうシミュレーションしたりあと温度ですね温度の検証したりしてましたで、えー、僕がその時思ったのはそのよくこう環境建築っていうふうに、あのー、評価されるんですけども、えーまあ、大きい意味で言うとやはりその空,空気とかですね光っていうものは、えー、非常にこう 目に見えないし扱いにくいものだと思うんですけど建築の要素としては非常にこう重要なファクターの一つだっていうふうに思ってます。あのー、それはやっぱり建築っていうもの自体のんのだろう外から見てあこれ素晴らしい建築だなとかデザインがこう斬新だなっていうのは正直僕はあんまり興味がなくて。 あのむしろその中に人間が入り込んだ時に最高に幸せになるような場っていう方がやっぱり建築の醍醐味なん,だななんじゃないかなと思ってるわけですね。なのであの今回この建築をあの評価していただいたりいうまあ建築家の先生とかは皆さん声を揃えていうのはまあ写真では絶対伝わらないって言ってくれるんですよ。 なななので行かかいいとわらないねそれは僕最大の褒め言葉だと思うんですけど結局写真で非常にこうかっこよくても行くと最悪っていうのがいっぱいあるっていうわけですよ皆さん。<laughs> まあ僕らもそれ経験してますよね。有名な建築家でも行くとあの相当ひどいものがいっぱいあってあのそういうのって非常にこう残念だなと思うわけですよ。なあのやっっぱり人間を中心に置いいいててないっていうか そういうものが非常に僕はあの建築家のととしてては大事なななんじゃないかなと思ってますでこういうあのエンジニアリング的にはですねアラップに協力してもらってですね風のシミュレーションをしてるんですけども、まあ、要はあの何をしたかったかっていうとかなりこうシミュレーションとか技術の積み重ねがあるんですけど最終的にはですね えこれは単なる定規であって実際出来上がったものっていうのは全く違う感覚を持つってことなんですよただなんとなく当たりをつけるためにはこうシミュレーションを繰り返したり模型を繰り返して作っていかないと全くこう設計が進まない,いだから模型も相当作ったんですねあので最終的に模型もどんどん大きくなってでシミュレーションして模型を 作って見てああ違うかなどうだろうなと思いながらもうやっぱりシミュレーションは全然当てにならない当てにならないっていうか違うんですよ実際あのー、ただ当たりはつけられるんですよねだからこっち向きに投げようっていうことはできるけどシミュレーション通りにはいかないっていうのが今の現状ですねだからこれも半外部空間にをどう作るとというので えー、このロッキーの設計は進めたと。で、えー、次、まあ三つ目なんですけど、自分の観察と空間把握っていうので、じゃあ僕日頃何してるかっていうことをちょっと紹介したいなと思います。じゃあですね、僕はあのー、こういうセットを常に持ってるわけですね。えー、っと、こう水彩画とペンと メジャーとこれ消毒系なんですよカメラとあと測定器っていうのを持ち歩いてて、えー、常に空間を把握しようとしてるこれはあの実は僕はあの法政大学の陣内先生のゼミなんですけどもあの集落の調査都市調査の時に持っていくもんなんですねで焦度系っていうのはないんですけどあの必ずあのデザインサーベイをするっていう癖がついてたんですね なので、えー、空間を作る要素っていうのは何かっていうのはやっぱりこう後から思い出すときに最終的にあの寸法いくつだっけとかあの明るさってどのぐらいだろうっていうのを確実に言えるようにしときたかったなので我々は設計っていう仕事をする以上それを最終的にこう施工者に伝えるためには寸法を抑えなきゃいけないっていうのはもう当たり前のことなんだけど今誰もできないんですよ。 あの若い人たちが、実は1985年にこの Mac ができて、僕,ら僕が卒業する1年前にです、ね、この LC630 っていうので、僕、これ買ったんですね、であの <laughs> ここで僕、すごい感動したのは、CAD で絵が描けるって、手じゃなくて描くで、あと、楕円が描けたんですよ、ビヨンって、3クリックで。 それまではその雲形定規で楕円作ったのを3クリックであの楕円ができるっていうくらい CAD っていうのが発達したので相当こうみんな寸法感覚がずれてるっていうのがあるんじゃないかって僕は思ってますなぜかっていうと CAD っていうのは寸法を書くんじゃなくて自動的に押さえるっていう行為だからだと思うんですよね。だから線2本書いて ピピッピッってやればピョッと出るわけですよだから最近のうちのスタッフもそうなんですけど、えー、寸法に自分の感覚が乗っかってないんですよねただ手書きの段階って180って書いた瞬間に180ってどのぐらいだろうって絶対思うはずなんですよっていうことがやっぱり僕は非常に今の今,今だからこそ余計大事かなと思ってますで えー、それをまた確信したのがです、ね、僕はあの大学時代にこのコルビジェの徒歩への旅っていうのをあの読んだんですけどあのコルビジェが <laughs>、えーえー、26歳でしたっけ26歳ぐらいの時にあの <laughs> もうちょっと若いかもしれないね、えー、グランドツアーをやるわけですよねでグランドツアーってもともと18世紀にイギリスで流行った えこう就職する前に世界旅行に行こうっていうまあ貴族階級の遊びだったんですけどもえーまあゲーテのイタリア機構とかですねえウィリアム・ターナーもそうですしルイス・カーンもそうだしコルビジもそうだしまあいろんな方がこう世界旅行に行っているとでこのヴィラ・アドリアーナに行った時のこれスケッチなんですけどえこれですねあこれちょっと歴史的に。 ちょっとと言うとですね、まあ、ハドリアヌステっていう,こうあの、えー、テルマエロ,ロ,ロマエっていう映画がありますよねあの,あ,のあの人ですであの人が、まあ、ああいうベストをつくんですけどこの、えーえー、こう祭壇なんですねこれこれあの ビラードリアナって皆さん行った人はいろいろかと思うんですけど、この祭壇をこういうじゃあ丹念にこうスケッチしてるんですよ。寸法も入れ込んで、こういう寸法も入れ込んでやってんですね。こういう、ここから光りくんだな、みたいなとか。で、これ見たときに、あの、えっと、これ実はあの、あ、ちょっとすみません。これ、ちょっと話戻ると、ビラードリアナって、え、ー その前はギリシャその前はエジプトってどんどんコピーなんですよあれ。皇帝がロー,マローマ時代の皇帝がギリシャがすごかったんでギリシャ行ったらすごい建築を見て <laughs> うちも作りたいってビラードリアを作ってるし、えー、ギリシャ行った時に、えー、このメネソーっていうのがエジプトに行った時に、あのー、見たとかっていうその 自分,で自分で見に行って感動して帰ってきて建築を作るっていう歴史なんですね。で僕はやっぱりそれが根源だなと思ってやっぱりもう見に行かなきゃいけないなと思ってるんですがちょっとそれ話してみましたけどコルビジャこ,れじゃあこの,あのここにあの空間を込めたっていうんですねこれ有名な話らしいんですけどあの、えー、ロンシャンの教会ですよね全く同じ構成を作ってる。でえー この論者の境界で、えーまあ、実現していったっていうのがありますね。これですよね。空間としては同じですね。なのでこの、この、こ、ここですね、ここ。っていう、今、あと15音しかない。っていう感じなんですね。で、えー とそれがその本を読んだきっかけがあってあの,あの本を読むとですね相当寸法を追ってるんですよコリビジェって寸法を書き込んでるんですよねなのでやっぱり僕はその自分もそれもましようと思いましたなのでえーあの僕もあのスケッチブックと色鉛筆と思ってもうとにかく実測しまくると。 そういうことをよよくやるようになりましたでこれはあの陣内先生なんですけど、まあ、若い時の陣内先生なんですけど陣内先生と調査を行く時も、まあ、常にもう全部こうスケッチと測っていくとで、えー、あの旅館も全部測るとでこれ,これはなぜやり始めたかっていうとあの遠藤翔川さんって「あの見る・測る・建築」って本を出されてると思うんですけど遠藤翔川さんに会った時があって。 あの秘書がその菊竹事務所時代にあのいいホテル泊まってこいって菊竹さんに言われてえ泊まってくんですけど何にも調べてこなかったらお金が出なかったらしいんですよなんで最高級ホテルの便箋にびっちりこうスケッチして全部測ってそれを渡すとお金をくれたっていうそれを聞いたんでまあとにかく測ろうとでまあ あの行くとどういう町の構成かとかどこに何があるのかっていうのをまず観察するところから始めようかなっていうのが、えー、自分のやっぱり骨子にあると思いますだからやっぱ大学の時にその陣内研に入ったっていうのは結構僕の中では良、まあ、かったなっていうのがありますよね。そうううするとまあ写真ではかかんなななないいようななぜここのののの空間がこの辺にっってんのかっていうのを で、あのコルビジェがあの、えー、とラトゥーレットのモデルにしたっていう、あのー、ルトノレをやっぱり僕も見てみたいなと思って、まあ、行くわけですよねでこれちょっとね僕びっくりしたでこれもやっぱり行ってみないと分かんないことなんですけどあれこれね行くと こう音楽が流れてるんですよあこれルトノレですね。であのこれ観光,観光客なんですよねで。すごい綺麗な音楽がずっと流れててみんなこう聞くわけですけどこれ実はですね人間の声なんですよね。で人間の声がそのこだましてるんですけど。 それを誰も気づいてないんですよこれで奥の方である人が歌いだしてるんですよで僕この時に何を持ったかっていうとあ、教会って実は音だ音なんだと思ったんですよねで昔あのー、何もない時代こう。 牧師だったり歌う歌手が話した言葉が相当高空間にこだまして人々に感動を与えて宗教っていう存在をあの認識したんじゃないかなとだから建築ってやっぱりそのなんだろうそのお音もそうだし空気もそうだし光もそうだけどなんかこう目に見えないこう空間を構成しているところの設計をちゃんとすれば。 やはりこう、中にいる人たちっていうのは相当こう、あのー、感動するのかなっていうふうにこれを見て思ったんですよ。これこの人なんですけどね。ここで普通に歌ってるだけなんだけど全部がその音の空間に包まれるっていう。でおもかったのはこのあと今度黒人が 黒人のその観光客の人を歌い出すんですよ <laughs>。っていうぐらいもう鳥肌をもどで感,感動したんですで。自分はやろうとは思わなかった,かったんですけど <laughs>、なんかやりたくなるんですよね。そのぐらいやっぱり建築って面白いなと思ってますよね。ということで、あのー、まあ僕が普段やってる。 あ今年は僕ここに行ったんですけど、あのーえー、アスプルンドの時でこう、あのー、結局空間構成ってどういうふうに構成されてるのかってだんだん分かってきたのが実はちょっとこれ僕だけの理論なんですけど正方形なんじゃないかなっていうのが分かってきた。で意外と測るとですね、えー、細長に見えたり縦長に見えていたりするものが いいいい空間だなって思うのってだいたい縦な縦横比って同じなんだなってのはなんとなく分かってきたんですよ。だから今八畳の部屋を作ったら天井高高高二四とか二六とかぐらいなんですけど、昔の建築って実は天井高高いじゃないですかヨーロッパとか。 だからやっぱり昔の人の方がその空間に対するプロポーションとかこの何がいいかっていうのは分かってたんじゃないかなってあのこれ、キンベルもそうなんですよ、実はこれ正方形なんですよね、これ僕もあの横長だと思ってたんですけどそれは測って分かったんですね。という、なんかこう測って分かることって結構あるなと,というのがえっとありました。 であとあこれはあのあのオゴルマンっていうメキシコの建築このこれちょっと全然話変わりますけどあのサボアタイができる前にできてるんですよね。あのサボアタイはもしかしたらこれ真似したんじゃないかっていうぐらいピロティと連続水平窓とっていうのが自由なプランというのが実現できてて。 あのこれは面白かったですねあとルイス・バナガンを見た時に全く同じでした要はあの空間構成が全部正方形だったほぼ正方形だから彼の空間ってあの天井とかって巨大なんですよ僕はあの写真見て全然理解できなかったんですけどほとんど 4m ーーと 5m ーーの世界なんですよね住宅のレベルじゃないんですよねこれなんかも 4.5m ーーあるしあ5る 5.5ですよこれでこれは有名なあの場所、あのー、ルイス・バラガン庭なんですけどこれもですね実はあのー、かなり正方形っていうのを意識してるなっていうのが分かってまあ彼は多分ま意図的にそうしてるのかもしれないですけど全て正方形ですね。 ちょっと飛ばしますね時間がないのでであのー、僕が心がけてることとしてはやはり空間をどう構成しているかまあただ僕が描くのってほとんど内観なんですねだからこう外観というよりも内観でその内部の空間構成の寸法体系と光と音とかそういうものがどう構成されているのかっていうのをまず観察して、えー、それを記録するっていうのをもう丹念に行っている。 とということですねあでそれであのこれあの、えっと、ピーター・ズン島のバルスなんですけどあのここで一つ一番最初に感じたことをあ一番最初に言ったその外部空間がどう建築が成立することで、えー、より豊かさを発見するかっていうところを ここでかなり詳細に僕は書いててあのちょっとあれ,あれかなこ,こ,こう,う要はあのえっと建築ってやっぱり増幅装置なのかなと思ったんですよねその環境を増幅させる装置だから例えば町にあっても同じなんですけどその建築が町にあることで町の良さがすごくわかるとか やっぱりそういう建築を作るべきだなっていうのがその時に気づいてふと気づいたんですよ。感情を増幅したり、えー、いろんなことを増幅する器なんだろうなっていうのがこの時僕は非常に感じたことですね。でちょっと最後に金作についてなんですけどこれあの大分の、えー、高校なんですけどね。 あの昭和学園っていう高校でこれも結局何をしたかっていうとですね、えーまあ、敷地がこういう敷地なんですけど、えー、学生の居場所がほとんどない学校で今までの学校っていうのはこういうハンモニカ型っていうか、まあ、普通のこう文棟で廊下で分かれてていろんな学科があるとでこれを必ずこの真ん中の中央空間を通っていくっていうこととここに図書館と実施室を全部集約させるっていう。 あんで,す、ね、でこれがでこれも自然光なんですねでここはあの自然換気システムを自動でやるスインドとかっていうやつを入れて、あのー、入り口を開放して えー、風が自然に流れるでこれ面白いなと思ったのは、ま、間違いなく、ま、ここ通らなきゃいけないんですよで、えー、学生がこう何気なくぼーっとここで過ごすっていう場所にもなってで図書館に行ってぼーっと過ごすってあんまないんですけどここでみんなぼーっと過ごすことが多くでさらにあの面白いなと思ったのは学校の職員会議も ここでやるようになったんです、ね、だから先生もこの中に出てきた。であの日の光はこういうふうにどん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 変わっていくっていう,う空間でみんなこう働いた受診したりするっていうのが非常に面白い。でかなまあ証拠口に面してるっていうのもあるんですけども。 こ、まあ、こんな感じですよねでこれは先生です先生が立ち,立ち職員会議室をやるようになったとか、まあ、弁当を今まで、えー、こういう廊下とか空間ではつくあ食べるの禁止してたんですけど学校側がもう許したとか、まあ、かなり面白いで僕いいなと思ったのはこう先生がです、ね、生徒にこう教える風景っていうのがどんどんでき出てきてるっていうそれも。 今まで職員室にしかいなかった先生がこの空間に出てきてるっていうのが面白いなこれ職員先生なんですよこれあと今現場やってる NIC っていうプロジェクトなんですけどもえっと日華科学っていう科学会社のおイノベーションセンターっていうのを今設計が終わって現場になってますこれ何をやったかっていうとですね ちょっとざっくりムービーで見せますあの創業は1957年のお古い化学会社であの衣服のです、ね、染め物とかですねあと撥水加工とかしている会社で繊維あ衣服の皆さんが着ている衣服の100%ここの会社の技術が入っていると思ってもらってもいいぐらい 老舗中の老舗で有名な会社なんですね。でそこが、えー、と繊維産業が衰退することで、えー、今、あのー、化粧品の毛髪価格の方にもう毛も一緒なんですね繊維と。なのでそっちの方に行ったりしてます。ももすで今回何をしたかっていうとえっと,とか,かなりこう60人ぐらいの社員で 一緒にに物事を考えてこうっていこううっプロジェクトしたんですよなのでまあ今皆さんやってるワークショップって言っちゃえば同じなんですけどあのまあ建築家があまあ世襲がこういうものを作ってほしいっていうものを言うんじゃなくて我々も白紙向こうも白紙っていう状態から何ができるかっていうのをお相当こうやってきました。 これなんかあるかなで今はどういうプロジェクトってでもともとこうあのー、お付き合い先ってナイキとか今そういう海外の企業なんですけど、まあ、それをここの福井のこの場所に予防っていう計画にしたんですよで今まであの カニぐらいしかあの釣れる <laughs> あのネタがなかったんですけどこの建築で世界中から人を集めようっていうプロジェクトをしてで今年の11月にオープンで今できてるで二2030年までいろんな計画をしていこうっていう形になってますでここで何をしたかっていうと、えーまあ、光風っていうのがもちろんなんですけども、えー、都市空間を作ったっていうの 感じでですかねでここ、ロキの場合は非常に閉じた研究所なんですよ、社会に対しては。ただ、ここでやろうとしているのは、えー、周りの人がどんどん入り込んだり、パブリックっていうものと、あとこういう広場、我々広場って言ってるんですけど、ここ広場にしてです、ね、広場、大通り、裏通りっていうのを作って、で研究室は家っていうあともう一つ、ここに書いてあるハーベストウォールっていう。 あの福井ってあのふくよかな井戸っていうぐらい井戸水が豊富なんでえ井戸水をこう循環させようとしてます。でえ床壁天井すべてコンクリート埋め込みのタプス空調っていうのにしていると。でえこれも例によってまあ光環境をどう作るかっていうのは結構不審したいんですけど結局ですね まあシミュレーションしてもらってるんですけど全然分からなくてまああのいろんな大きさで模型を作っていき,いきますでこういうあのスイート天井を作るんですけどこれ10分の1の模型ですよねでここで何をしようかとしてるとこれ床壁天井のまあ正方形の空間を作ってるんですけどキューブって言いました僕らキューブを作ったんです中にで6面体のキューブを作ってえ要は6面 意味を持たせようとで床壁天井、まあ、コンクリートなんですけどここにですね椅子を利用した、えー、タブス空調っていうのは椅子15度の椅子を組み上げてそれを熱源にして、えー、冷媒配管を全部コンクリートに埋め込んで、まあ、床暖房をですねそれ床冷暖房を壁と天井に入れてるんですよでロキの時にあのできなかったこととして、あのー、光っていうもの光っていうのは すすごく気持ちいいいじゃないですか入れるとだけど何が問題かっていうと熱なんですね熱エネルギーは半端ないんですよで、えー、それでいつも設備屋と喧嘩するわけですよねいい加減にしろみたいな <laughs> で、まあ、ガラスもローイーとかダブルローイーっていうのはできてきたんでだ,だいぶこう熱エネルギーが反射するようになってきてるんですけどそうは言ってもガラスにじたじたんでかなりの熱量を入れてしまう。 まあ単純に言うとです、ね、ローイっていうものを天井にこうやるとです、ね、あの冬、電気ヒーター使うじゃないですか寒いのそれがここにあるっていうふうに思ってもらえばいいですよね。そのぐらい熱エネルギーを取っちゃう暑いっていうことですよね太陽光ってだから今回何したかっていうと、えー、光だけ入れようとしたんですよ。でここにです、ね、実は 井戸水のエネルギーを全部回して地球に還元緯度で地球に返してるんですよ井戸水を最終的に二十何度まで上がったものを地球に戻してるんですけどなので、えー、ぐるぐる回るんでエネルギーはゼロなんですねまあ,あのポンプ台だけでここで熱を全部回収していくんですよ、まあ、簡単に言うと水冷式のエンジンみたいな感じ水冷式のエンジンをここで あの要はあの LED についてるフィンみたいなものコンピューターの中についてるフィンみたいなものを作ってこの関節法で光を入れるとでかつかなりシミュレーションしてえ北側の前天空港だけ入れるような屋根をぶ作ってるなのでスリット状になってるんですけどえ北側にスリットを向けてるんですねで 全天空港の1万ルクスを入れ込んで、えー、ローイいで75%の透過率のものを入れて最終的にこのフロアで10分の1まで1000ルクスぐらいまでの安定した光を供給することを目指し、えー、熱エネルギーは全部地球に返すっていうストーリーをやっているで明るさによっては幅が200と250っていうのをいろいろこう想定してやってる 今どういう状況かというと、これモックアップですね。大体、まあこの部屋ぐらいのモックアップを作って、まあどういうふうにこう光が入る。あ、これ塗装実験なんですけど、何でやるかってコンクリート打ちっぱなしなのでやってるんですけど。で、これが、まさに型枠が取れた瞬間なんですけどぶ、結構感動しました、これ。これすごい大変なんですけど、施工あの、 片大工もこんなの見たことないっていう状況なんですね。あれこれなんだっけあ,あこれシミュレーションですね。で、コンピューターシミュレーションもやりました。で、一切光が入らないのはつまんないよねって言ったんで、これ、一番条件がある下肢。下肢の状況の時は、 光が一瞬こうここまでここまで行くようにしましたまあこの教室には入らないようにまあそれはおせっさんに一応了解をもらい <laughs> あの昔のエジプトのピラミッドもそうなんですよ夏至の時は光が入るんですよとかわけわからんこと言って納得しまって <laughs> っていう状況ですねあれでこれが肩枠がちょっとずつ取れてきた状況でこれはあの 天井高が一番高いところで、えー、9メー,ターぐらい一般温室は大体7メーターっていう天井高さを,をやってますこれはまさにこれあの先週のいつだっけいやいや今週の木曜日水曜日ですねでこれ面白いのは えっとこっちから見ると光のラインしか見えないんですよ。照明器具みたいに見えるんですけど、反対側から見るとコンクリートの塊に見えるんですね、これ。これ北側向いてるからなんですけど、だけど明るさは一緒なんですよ。だから人間って不思議だなと思うんですけど。という状況の建築を今、作ってますでこれは えっと、エネルギー的には約3分の1を目指しています。通常のオフィスの3分の1のエネルギーを,を目指して、まあ、ゼブまで絶対いかないんですけど、あのー、えー、っと、そういう建築を目指しています。れ終わりです。で、まあ、あのー、 僕がやっぱり目指してるっていうのは、まあ、あの人間の環境っていうものがそのどう建築が影響するかっていうそういうのにすごい興味があってでそのそれを構成する要素っていうのは寸法と素材と、えー、光風音温度、まあ、そういうものでやっぱりかなり人間っていうのは その環境を理解していくというものなんだなとでそれを僕は建築的に実現していきたいしそれが実は非常にまあエネルギー的にもですね人間のポテンシャルをこう開いていけばあのエネルギー的にも使わないような建築なんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。 どうもありがとうございました。